よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。すごいなんか2人とも笑顔が素敵ですね。よく言われませんか？いや、全然そんな、そんな2人ともなんか白い歯で、うわ、そんな、それは、はい、で、今日は何か買い物ですか？はい、洋服買ってます。洋服ちょっとだけ見せるか。あ、ちょっとあれは、洋服っていうか、あれなんですよね。あれ？アンダーウェア。アンダーウェア。そうです。買い物終わって、で、2人高校生ですね。はい。高校何年生ですか？2年生です。同じ高校で。はい。じゃあ、お名前は何ですか？あやかです。あやかさん。えりかです。えりかさん。はい。なんか2人とも、なんか似てるって言われる。めっちゃ言われます。そう、言われます。お姉さん、妹さんではない。あ、違います。友達です。友達。すごいなんか仲良さそうですね。あ、はい、まあ、仲良いです。仲良いです。池袋はよく来るんですか？はい、います。門限はありません。まあ、あんまり遅くならなければ。何か部活はやってますか？やってない。やってないです。帰宅部です。帰宅部。はい。じゃあ、学校終わった後、何してますか？もう家帰って寝てみたいな。ダラダラです。ダラダラ、はい、夏の思い出といえばやっぱ、はい、海外旅行ですか？はい、そうです。海外旅行です。しょっちゅう行ってるんですか？いや、去年留学しててアメリカに、はい、で、帰ってきてあの英語を使おうっていうことで感じで、まあ、家族旅行計画してみたいな。それとも留学されてたんですか？はい、はい、あ、どれぐらい留学してたんですか？1年。すごいプラプラですよ。あ、いやいやいや、そんな。あのアメリカでは何かいい出会いがありました？ないです。かっこいい人はいっぱいいました。はい、あ、そこら辺にもグジャグジャ。あ、そうなんですか。じゃあ将来の夢って何でしょうか？将来の夢は英語を活かせる職業に就くことです。はい。例えば何かあります？例えばなんか空港で働くのとかもかっこいいかなと思ってます。ブランドホステスみたいな。あ、そういう感じです。はい。将来の夢は会計士になることです。会計士。会計士、はい、そうです。会計士。あ、はい、そうです、そうです。すごい、頑張ります。2人とも優秀ですね。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。